はい、本日はですね、こちらアークテリクスの偽物のジャケットをですね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、今回視聴者さんからね、お借りしました。タクトさん見てくださいと、これ偽物のアークテリクスあるので、動画で紹介していただいてね、視聴者の方が今後、偽物をね、捕まされないようにしてくださいという優しいお声をいただいて、今、現時点でお借りしております。なのでね、これ見ていただいている皆さんもね、あ、ここがちょっと偽物のジャケットあるんかとかね、こういう特徴があるんかっていうのをね、見てもらいたいなと思います。ちなみに、リュックとかバッグとかに関してはですね、以前動画で作っておりますので、もうそれはちょっと一回今回省いておきます。アークテリクスのバックバージョンはそっちです。これは、アークテリクスのジャケットバージョンでいきたいなと思いますので、本日の流れとしてはですね、まずはこれどこで買ってどういう風な感じで売られてましたのというところを話していきます。で、その次に本物と違う部分っていうのは、こういうところが実は本物と違うので気をつけてくださいねなんていう話もしてて、そしてね、僕がよく聞く特に偽物の多いショップというか偽物の多いサイトっていうのもね、最後ちらっとお話ししようと思いますので、まあ、あんまりね営業妨害とかにもなったらいけませんので、まあ、その辺もね慎重にいきたいなと思います。まずはですね、このジャケット、どこで買いましたかというのを聞くとですね、某フリマサイトで購入したということで、まあ、フリマというと3つぐらい浮かびますかね。あれとこれとあれかなとかいうことでね、ちょっとヤーから始まるのがあったりとか、メーから始まるのがあったりとか、あとはラーから始まるのがあったりとかね、ヤーふんふんふんとかね、メーふんふんふんとかね、ラーふんふんとかね、まあ、こんな感じであるかなと思うんですけど、まあ、フリマサイトでまず買いましたと。で、新品価格っていうのが、これ実はね、シータ AR っていうジャケットなんですけど、ビームスとね、別注モデルになってるんですよ。だからこのモデル自体は実際あるんですよね。なのでこのモデル自体の定価っていうのが本物の場合であれば、まあ、大体10万円ちょっとぐらい、まあ、9万2500円にプラス消費税っていう感じなんですけども、これ購入したのが6万3000円ということで、定価よりまあ 30% ぐらい安いと。で、その時のね、購入した時のページってのはこちらなんですけども、まあ、こんな感じで1回だけ着用しましたと。だからまあ備品で綺麗ですよなんていうことで紹介はされてます。そしてですね、こういったタグとかも全てついてますよと。例えばこんなんとかってビームス別注ではないとないですよね。こんなね、40周年記念のねタグがついてたりだとか、それ以外にもこういったゴアテックスのねタグがついてたりとか、ほんでアークテリクスのねタグもついてると。でサイズ S サイズですね。まあなのでね、これはね結構ハイスペックモデルなんですよ。ゴアテックスのねプロっていうバージョンを使ってるのが本間の本ちゃんの方のモデルでもあるんですよね。このゴアテックスプロって書いてるやつね、せやから結構高いんですよ。で、僕持ってるゴアテックスプロもね、これは本物なんですけど、こういった形でゴアテックスプロって入ってるんですね。だからまあこの辺なんかもね、比較しながらロゴとかはね比較できるかなと思うんでね、見ていこうかなと思います。しかしこれよく気づきましたよね、視聴者さんね。さすが僕の動画見ていただいてるだけあって敏感なと思うんですけども、まず視聴者さんが気づいたところっていうのはね、どんどん喋っていこうと思います。まず一つ目、ロゴでした。ロゴがねちょっと違うと思ったんですっていう話されてて、何が違うんかなっていうとですね、まあ、このように本物と偽物を比べてみてもらいましょうか。比べてもね、一目瞭然とまではいかんねんけども、なんとなく違うっていうのがわかるかもしれないんですけど、下がね本物、上が偽物なんですけども、文字の感覚とかが若干違うとか、ちょっとね偽物の方が文字がちょっと細いんですよね。で、それに対して本物の方はね若干こう文字が太いというような感じなんですけども、これ分かるんかな、まあ、比べたら分かるかなということなんですけど、まあ、このあたりはね何着も持ってる人からしたら分かるけども、初めてアークテリクス買った人からしたらあんまり分からんかもしれないですね。で、これが偽物、そしてこれが本物。これ見て分かります？これ偽物でしょ？で、これ本物でしょ？いや、分からんな。そして次がね、金の色味が若干違うっていうことやったんですけども、これどうなんかな？これもはっきり言ってあんまりちょっと分からんちゃ分からんかな？これ一応いいカメラで撮ってますよ。もう本体レンズでも50万、60万するようなカメラで撮ってでもね、あんまり違いってそんな分からんかなと思います。肉眼で見ててもほぼほぼ色は一緒かなっていう印象ですね。そしてよく言われる次はタグをね、見ていきましょう。こちら偽物のタグですね。比較的なんか文字が薄いとかってよく言われたりするらしいんですけど、まあ、こんな感じでね、偽物の方はこういったタグがついてるよと。対してね、本物の方はこんな感じ。ちょっと印字が濃いらしいんですけどもね、これもはっきり言ってわからんな。ちょっと並べましょうか。いや、わからんな。誤差って言われたら誤差な気するし。まあ、若干薄いかなとは思うんですけどもね、これ比べやんとちょっとわからんかなっていうような感じですね。そして次がね、バードエイドですね。あ、バードエイドって言うと、ああ、なるほど、なるほどっていうことで、今ね、知ったかしようと思ったらそこのあなた。ちょっと待ってください。バードエイドって何ですか？止まりますよ。ちょっとここで止まってね。それ分かったふりしたけど、今何か分かってますか？分からへん人はちゃんと分からへんって首振っといてくださいね。バードエイドって何かというとですね、僕も知りませんでした。ポチポチ調べましたけどもね、アークテリクス買ってたらね、こんなん届くんですわ、なんかあったなと。こういう紙みたいな保証書みたいなの届いてきてね、これ何なんですかって、これがバードエイドっていうことで品質を保証する紙らしいんですね。中に何が入ってるかというと、こういったねなんか冊子みたいなのが入ってて、これが一応品質を保証するものらしいです。まあただこんなんもね、パクられたらどうなるんとか、模倣できるっちゃできるんちゃうんかと思ったりするんだけども、まあ家電とかでいうところのなんか1年保証の、ね
ね、説明書とか入ってるじゃないですか。まあ、そんな感じのイメージでしょうね。それがね、ここにね、バードエイドって入ってあるんですが、そんなややこしいこと言わんと、品質保証書とかなんかそんなことにしとけと思うんですけども、このバードエイドね。だから友達とかに言ってあげてください。なんか俺これアークの偽物かほんまかちょっとわからんねえな。お前それバードエイド入ってたって言ってね、バードエイド入ってたでーって言われたら、お前知らんやろって言ってね、バードエイドっていうのはな、保証書やねんって言って、ドヤ顔で言ったってくださいっていうのがまあ違いになってて、で、その次、やっぱ縫製の粗さが出てますよねって、これが一番わかりやすいと思います。そもそも裏地も若干ちゃうしね。だから今まで言ったタグとかブランドの細さとかそういうのよりももう完全に生地が違うっていうところなんで、それが一番僕は分かりやすかったんですけど、まずはね、この偽物の方を見てもらいましょう。このようにね、まあ、よくアウトドアとかであるんやけども、こういうリップストップナイロンみたいな感じでこう縦横に入ってるのもあるし、この継ぎ目のところにね、シームテープって言って、要は隙間から水とかが入ってこないようにテープがされてたりするんですけども、じゃあ本物と比べていこうと。本物の方どうなってんのっていうと、あ、そもそも生地違うよねと。こんなさっきバッテンいっぱいありましたよね。これが偽物の方バッテンで、本物の方にはね、そういった生地は採用されてないっていうところなんです。で、さらにこういうシームテープ、さっき言ったこうテープ、隙間からね、あの水とか入ってこへんようになってるっていうテープあったと思うんですけども、これを見てもらったら分かる通りね、そんなベタベタ汚く貼ってる感じはないじゃないですか。これ本物の方ね。で、偽物の方どういう感じで言ったら、結構なんかこう汚い感じであるでしょ。こうベタベタ、ベタベタ貼ってるなと。なんかありとあらゆるところにそんなテープ汚く貼ってないっていうような印象があると思うんですけど、もうこれがまあ違いですよね。圧倒的な違い。で、まあそれ以外にはね、ここの首んとこの、サイズとか書いてあるじゃないですか。これがこう偽物の方と本物の方ではね、違うとかって言ったりするんですけど、これもまあやっぱ年々変わっていくもんやからね、はっきりここだけでわかるかっていうよりかはもう完全に生地がちゃうっていうところがね、一番わかりやすいんちゃうかなと僕は思ってます。まあ表の生地とかね、この辺はね、もう触るとちゃうんやけど、見てる感じはわかりますよね。全然わからんねんけども、この間ね、視聴者さんが来あって、これ一回触ってみてくださいって言ったらね、あ、全然ちゃいますねって言ってあったんで、触るとやっぱちゃうなって思う。だけど写真だけで見るんやったらあんまりわからんかなっていう感じですね。ちょっと一回着用してみましょう。まあ S やからちょっと若干ちっちゃいか。まあこういった感じですね。偽物やからね、おそらく防水性もないと思います。これ水かけてもね、弾かんと思うねんやけどもな。じゃあ、いつものやつやりますね。うん。やっぱりこれ弾いてないですね。これ弾いてるように見えるかもしれないですけど、本物の弾きはこんなんじゃないんですよね。本物の方のね、弾きっていうのはね、こんな感じでね、綺麗に弾くんですよ。溜まってないでしょ。水がこう溜まってる感じないでしょ。これが本物のゴアテックスの防水なんですけど、この偽物の方はね、高い金払ってるんやけども、全然水弾きませんでと、見た目だけかっこよろしいやないかいうことになりますので、こういう性能のね、違いももちろんあるということになってます。ではね、一旦ね、ちょっと振り返っていきましょう。どういうところがよく違うと言われるか、まずはロゴですよね。ロゴを見てくださいと。で、ロゴのこう色味が若干黄色いって言ってましたけど、まあ、それちょっとはっきり僕は分からへんかったけども、それが違うと。それ以外にも、ロゴの細さが若干違うかったりするし、で、裏のね、縫製とかシームテープも違うかった。で、まあ、あと、バードエイドですね。バードエイドありますかということで、バンドエイドではございませんよっていうね、絆創膏じゃないよっていうことなんですけども、そんなんがあったりとか、まあ、生地が違うのでね、そもそも水も弾きませんよっていうところがありました。でね、この視聴者さんはね、フリマショップで購入されたっていうことなんですけどもね、フリマショップ以外にもね、結構偽物の多い場所っていうのがあったりしますので、オンラインでめっちゃ有名なね、A から始まるところでありますね。Amazon みたいな感じのところがあると思うんですけど、そこも偽物もあるし、本物も結構あったりするんですよ。実際偽物が送られてきたっていう例も僕聞いたことあるんですけども、そういう Amazon みたいなところはちょっと要注意かなっていうのもあるし、それ以外にはですね、偽物といえば多いのは Y ショッピングですね。Y ショッピングも非常によく聞きます。偽物送られてきましたとかでもめちゃくちゃ聞くし、その厳しい審査みたいなのがあんまりないんですよね。ショップ出すときに会社の住所確認したりとか、あと社名送らされたりとか、扱ってる商品を見せさせられたりとか、そういう細かい基準っていうのがあんまりないのが Y ショッピングとか Amazon とかっていうのがその辺なんですけども、僕比較的楽天とかで買うんですけどね、楽天はね結構厳しい審査がいっぱいあるんですよ。登記簿出さなあかんとか、本人確認があるとか、いろいろ細かいのがあるんですけども、そういうところでね、比較的ね、楽天はね、まあまあオンラインで買うんやったら僕はおすすめするんですし、まあ僕自身ももう楽天でしか買ってないんですけど、まあそれが怖いという方はね、もう実際店舗に行ってセレクトショップとか、あとはまあ直営店とかでね、買い張るっていうのが偽物捕まされないいい買い方かなとは思うんですけども、まあそれでもね、なおネットでやっぱ買うしかないねんっていう方もいらっしゃるかなと思いますので、そういう場合はね、もう画像がすり替えられてたら終わりです。だからすり替えられた瞬間にもうおしまいと思ったらいいと思いますし、基本的にフリマショップって返品とかがないじゃないですか。だからもうあくまで自己責任になっちゃうんでね。まあ僕は常々あんまフリマショップはどうかなと思うんですけども、それこそ Amazon とかね、ヤフーショッピングとかやったらちゃんと返品があるところもあったりするので、なんやこれ偽物やないか言うて返品することも可能やと思うん
ですけども、やっぱりいかんせんフリマはね、こう C2C の悪さっていうところがちょっと出てるんで、こう遠いからね、あ偽物やないかいで分かるんやけども、画像を見てる段階ではちょっと分からへんっていうことなんで、特にこんなもんスマホとかで撮ってたらね、やっぱ画素数も荒いんであんま分からないと思うんですけど、こうやって一眼とかで、ね、やっててもあんま分からへんじゃないですか。って考えたらスマホで写真撮ってね、フリマショップに上げてるやつなんかね、まあ分からん。それはほんでこれも返品できひんくて6万3000飛んでると思ったらね、めちゃくちゃでかい買い物じゃないですか。まあなので僕はあんまおすすめしないんですけど、まあどうしてもっていう方はね、まあロゴちょっと写真拡大してくださいとかね、このバードエイドありますかとかね、まあいろいろ質問してみて購入されるのもねいいんかなというふうに思いました。ということで本日はですね、アークテリクスの偽物のジャケットを比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。